はい、ラストですわ。ああ、え、最後です。ああ、ラストでした。はい、最後です。いやいや、かなりもう 4,5 時間喋ったんちゃうか。大丈夫の。確かに。よいしょ。調査さん、ちょっと全然ゲストちゃうやん。ほんまにほんまに濡れてるんじゃないですか。ほんま全然ゲストちゃうやん。もうほんま、なんでこの最終にてそんなことすんだよ。ほんまに全員立ち上がってこれ、ね、よかったよかった、よかったよかったやらへんけども、メール無視されるよ。違うやん。ゼロ点ジャブかよ。ちょっとこかした上にふかしているってこのなんか、いや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 、なんかなりそうな感じでしたけどね。いや、よかったですよ。俺びっくりしたもん今。おお、なんかね、今までこういろいろゲスト出てきてもらいましたけど、はいはいはい、一番扱い的にはあらかだと思います。あらかだ、あらあらし仲ええかんね。俺はかめへんけども、まあ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 、次開幕が決まってるんですね。うん、あの8月24日、うん、ごめんなさい、8月24日、はい、ドロップで、あ、はい、ドロップですか、ですか、うん、はい、何ですか、ドロップですか、何ですか、ですかドロップですか、ドロップですかっていうイベントで、あ、はい、はい、じゃないですか、うちの、うちの会で、ね、はい、ね、まさかのファニスカ TV2 回目の登場。そうですよ。1回目見ですね、はい、俺ちょっとええ感じちゃうか思いました。今日もうこういうこと二度と K のちゃうかなっていうのはちょっと思ってます。なんかね、あのなんか若干もう二度と来ないじゃん。思ってます。空気ない。どうなんや、次まではもうジューシー保つあたりが、いやいやいや、また呼んで、また呼んで、また呼んで、また呼びますね、これ8月24日以外にもね、ちょっといつか一緒に出てる日が、あ、じゃあね、あるかもしれないぐらいですね。まあ、またライブの方にも、うん、はい、ぜひ遊びに来てください。メール返しやん、メール返します。はい、今回までオーバースマホ。いや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 、はい、というわけで本日のゲスト、グッドメターベストボーカル DF さんでした。ありがとうございました。お前はさっき向こう行かなあかんじゃん。もうそういうとこマジで直した方がいいじゃん。マジそう、いつもなってる。お前さ、ほんまにじゃあ俺向こう行きたいのに。お前おかしいやん。何やねん。コーヒーと牛乳を半々で割ったカフェオレをですね、まあ、愛飲しているというのをね、まあ、常日頃言っているので、まあ、君が好きだ好きだとね、まあ、そんだけ言うのであれば、はい、まあ、どのぐらい好きかっていうのをね、まあ、今回ちょっと、世間にちょっと知らしめてやろうと。どのぐらい好きかっていうのがそんなに好きじゃないんじゃないかという判断になった場合はもう飲むんじゃないと。そんな程度の気持ちでカフェオレを飲むんじゃないと、はい、まあ、キキカフェオレ今あるじゃないですか。キキなんちゃら、キキ湯、キキ水、キキラーメン、キキ酒、まあ、キキ酒、まあ、いろいろあるじゃないですか。右キキとかもありますね。はい、そう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 、キキキリとかもありますけれども、ね、というわけで、並べました。はい、ただ7つをですね、そうです、グラスに注いでみたんですけれども、はい、まあ、正直な話、あ、これ素人目の僕ですよ、はい、カフェオレに対して素人目の僕ですけれども、はい、いや、全然分からへんと、ね、あえてこいつは飲まんとくわ。まあ、淡々と言ってみますよね。淡々とね、はい、テイスティー。さて、あ、うん、これは分かった。でも、分かったけど、ちょっと、まあ、他様子見ながら行くわ。マジで分かんの。匂いで分かった、今。すげえわ、これマジで分かった、すげえ。うん、うん、はいはいはい、多分今こうやと思う。へぇへぇ、いやー、来たよ、なるほどね、来た
いやー、これはな、難しいよ、正直。これ、ちょっと早いな、俺。いや、これほんまに分かんねんって、匂いで。いや、すげえわ。これ、あの、いつも飲んでるやつなんで、確実にこれやと思います。これ若干苦いんですよ。あのね、うん、こう苦味であるとか、こういうの酸味であるとかっていうのをこう、そうですね。で、これはめっちゃ飲んだことがある味やったんですよ。はいはい、パック臭かったんですけど、はいはい、これではなかったんですよ。なるほどね。なんでちょっと苦味があるからこいつやと思うんですよね。これはこれはこいつやと思う、ね、はいはいはい。ちょっと飲んでみます、これとこの違い。いや、ちょっと、まあ、僕も一回ちょっとこっちがちょっと苦いんですよ、はい、こっちは俺がよく飲んでる味なんですよ。どっちかっていうとちょっと苦くないですか。あーでしょ。で、いや、これとこれ飲んでください。こっちの方が苦いんですよ。これとこれちょっと飲んでみたら分かる。騙された、あ、こっちの方が苦いでしょ。いや、でもな、ね、正直な話して、いや、全然分かんない。いや、ほんま、いや、若干のさえで、ほんまにもうほんま、ミリ単位ぐらいの差で、ね、僕はね、こう言っちゃ悪いですけど、素人さんに、はいはい、この差を求めて、その日のモチベーションを決めてるんですよ。まあ、この辺どっちかなんですよ。これちょっと分からないです。分からんけど、雪印のコーヒーを飲まれへんくなるのは嫌やな。それは嫌や。そうやな、諦めたらあかんで。彼はちょっとなんか話に入ってきてないけど、もう彼はもう永久欠番的な扱いになってるんで。永久欠番的扱いっていうのがあれですけど、じゃあどれからいきましょう。まあ、もう見た目で高千穂さんからいきたいですね。なるほど、はい、この若干みんなよりも色が薄い、はい、このカフェオレは、高千穂牧場カフェオレです。せーの、はい、しゃー、はい、正解ですね。まあここはね、まあ、ここはね、ここは外せないです。まあ、僕もその見た目的にちょっと一つ浮いてるなと思いましたけど。次はもうちょっと愛飲してるも小祝い、ちょっと小祝いとブレンディがね、はい、若干似てたんで、はい、ちょっとこっちから合ってるかどうか見てみたいですね。こちらはですね、小祝いコーヒーです。せーの、はい。はい、間違ってますね。あら、これ違うもんじゃないですか。いや、ちょっとトモシンさん裏切ったよね、俺のことを。裏切ってないけど、どうよ、次どれ行ってくる。ブリコかな。ブリコ、これですか。ブリコから成り立つフォーメーションがあるから。なるほど、ね、ブリコマイルドカフェオレさんが当たってないと僕は困る。なるほど、このカフェオレはブリコのマイルドカフェオレです。せーの、はい。うわ、やった、そうやん。これもしくりましたね、これ雪印さんのコーヒーでしたね、これ。もう勝手にあげてよ。そうか。とりあえずまだその缶の方も残ってるからさ。まあ、あの、僕はね、うん、正直言うと、はい、別にあの、小祝君とか、はい、グリコちゃんが、はい、いなくなっても生きていける。ちょっと待って。このジョージアカフェオレだけおったらいいから、はい、こいつを守らせてくれ、俺に。だからこいつを開ける。このカフェオレは、ジョージアのカフェオレロング缶です。せーの、はい。うわこれはほんまに、君はほんまにあれやな、ちょっとこれはひどい、ひどいな、これはひどいな、これはひどい、これはおもやせんとこ、ちょっと待って。一応まあ頑張った結果やからやね、うわー。でもな、あの、今開けてないけど、絶対こうなってる。あ、なるほどね。それは絶対よ、テレコになってるぞ。じゃあ実際にこうなってるのかもちょっと一回見てみますけれども、絶対そうやって。じゃあこれね、次それ絶対そうやわ。何やったっけ、ゆきじるしさん。だからそれがグリコ、これグリコ、うん、絶対そうやわ。せーの、小祝いでした。ほら、ちょっと待ってよ。ほら、ほらって出たらまた困んねんけど、これ兄さん、見てることすらも違いますよ、もう。そうですね、これほんまに違いますね、これ。ほんまですね。じゃあちょっとこのブレンディ、ブレンディ、ここ、ほんまこれブレンディやから、うん、だからこれが、なんや、ジョージアなわけない。彼はジョージアなわけがない。それは言わしてくれ。変な英作文みたいな、こんなやつじゃなかったもん、ジョージア。なるほど、じゃあちょっと見てみましょう。変な英作文みたいな、はい、せーの、はい。
そうですね、ほら見ろや、ジョージアですね、これもう。はい、見ていただきました。はい、はい、うん、そうですね、うん、ヒントヒント、何か言ってあげて。いや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 、彼のね、この満ち溢れた自信がね。いや、ほんまに全部見た上で、最初からもう一回見てもらえたら、彼のあの、ふつふつと湧いてくるこの勇気乾杯やね。じゃあ俺あのスタジオでみんな集まった時に、ね、あのちょっと早くトーシングと2人になったから、あのコンビニ行ってさ、コーヒーを、まあ、トーシングの分も買っていったのよ。ほんまに飲まんかったら。なんかああいうとこ真面目やろ。見てもらった方、あのまた彼にカフェオレを買ってあげてください。買ってあげてください。全員飲まへんから。全員飲まへんから。飲んだら報告で。君楽しそうにサイコロ振ってたね。サイコロほんまやってもらった。あんな、あれはあかんわ。まあちょっとさ、水こぼすとか NG やからですね。普通に言うて、なんかテンション上がってもでさ、最後のサイコロをやたら大きく振ってしまったね。なきゃ笑かったよね。ただただテンション上がったね。君は爺さんがどこがゲストやねん。どういう扱いです。あほんまにもう笑い止まらなかったですわ。はい、あ、はい、今回も一緒のシャツレンジでございますけれども、これ実はあのリーさんこれズボンびしょびしょやから、笑顔の下で、まあ、そう複雑な気持ちを乾かしてるところ、ね、でこれをまた一名の方が、はいはい、撮っておきますので、欲しい方はね、次はまたいつも通りに、ね、はい、送ってもらいたいなと、もう感想とかと一緒に送ってください、はい、こちらの方に。はい、とりあえずまあ今回終わりですか。うん、うん、次回もまた誰かにそうって当たるやろね、本来。いや恥ずかしいの嫌やな。恥ずかしいのは嫌やろ。そやったらもうトーシングみたいに持ち込むしかない。待ってたら責められるもん。そう、待ってたら知らない間に取られるから。自分がこれやりたいっていうのを言えるのの幸せやと思うねん。俺は言ってないからな。君はただ寝てた。また次回お楽しみください。はい、それでは、さようなら。